メなの？いやだもん。ん？ママなんか嫌い。ダメ。戻ってきて。危ない。かしこまりました。リリアちゃん、お母さんから。え、店にですか？もしもし、お母さん、どうしたの？うん、うん。え？あの、私、帰らなきゃいけなくて、父が事故に遭ったみたいで。え？うちはいいから早く行きなさい。はい。リリアちゃん、一人で大丈夫？はい。ロバツ病院は、あの角を曲がればいいんだ。お母さん。リリア。何があったの？小さな子をかばったんですって。え？お父さん、自分の体全部で守ったみたい。だから、その子は擦り傷だけで済んだそうよ。そうなんだ。お父さん、頭を強く打ったみたい。え？いつ意識が戻るのかわからないみたいなの。え？そんな。なんでこんなことになっちゃったんだろう。私にできることってなんだろう。私もそろそろ友達が欲しいんだけど、また今度ね。リリア、お土産買ってきたぞ。え、何？見たいか？見たい、早く見せてよ。これだ、ダダーン、アクション仮面だ。え、何それ？この人形は人気でどこも売り切れなんだぞ。そんなのいらない、リリア女の子だもん。え、ほら、友達できたぞ。そういえば、お父さんっていつも欲しくないもの買ってきてくれてたな。なんでモアイなんて買ってきたんだろう。贈り物のセンス、ほんとないんだから。はい。お願いします。はい。休んでなくてよかったの？はい、お父さんにはお母さんがついてるし、それにこの方が気が紛れるので。そっか、でも無理はしないでね。はい。お父さん、無事でよかったね。うん。なんか、勝手だよね。口うるさいとか言って、煙たがってたのに。こうなったら不安になったりしてさ。お父さんの大事さ、気づけたんだね。元気になったらもっと距離近づけるよ。うん、ありがとう。お父さん、早く目覚まさないかな。ただいま、モアイお父さん。今日はぐっすり寝れるかな。ああ、風が気持ちいい。ん？あれって流れ星？え、嘘。お父さんが目を覚ましますように、お父さんが目を覚ましますように、お父さんが目を覚ましますように。はあ、まあ、こんなの迷信かもしれないけどね。私も明日は、え？何？え？ああ！